カイバル・パクトゥンクワ州はパキスタンの州の一つ。旧省である北西辺境州でも知られる。2018年に隣接する連邦直轄部族地域を編入した。州とペシャーワルは連邦直轄部族地域の行政中心地にも指定されていた。州の北部は州直轄部族地域に指定されている。アフガニスタンとの国境を接するが、 国境線周辺やペシャーワルと近接するワジリスタンは、紛争が起きており、情勢が不安定である。その一方で、北部の森林地帯は、美しい風景が楽しめる観光地となっている。日本の外務省のホームページでは、ハイバル・パフトゥン・ハー・シューと表記している。古代には、ガンダーラが栄え、中心都市は、ペシャーワル、チャールサダ、タクシラ、 フントなどに移り変わった。1895年に指導者が暴殺され、権力継承を見守るためギルギットから、イギリス軍が使わされた。1897年、マラカンド包囲戦によって、パシュトゥーン人の居住地域は、デュアランドラインで分断され、EN、マラコンドエージェンシーが設置された。1901年、時のインド福岡カーゾン教によって、 北西偏教衆が創設された。1947年、イギリス領インド帝国からパキスタンが独立。1956年、共和制に移行。アフガニスタン紛争では、バダベル放棄が行われた。ワジリスタン紛争が始まり、2007年に第一次スワートの戦い、2009年に第二次スワートの戦いなどが起こった。 2010年4月15日に北西辺境州からカイバル・パクトゥンクワ州に名称が変更された。2018年に連邦直轄部族地域を編入した。乾燥地帯であるが春先にはまとまった雨が降り、土砂災害や水害により多数の死者が出ることがある。スワート渓谷で産出したエメラルド。同国の北西部にある。北西は アフガニスタンと国境をなす。北東はギルギット・バルティスタン州、東はアザド・カシミール、西と南は連邦直轄部族地域、南東はパンジャーブ州とイスラーマーバード首都圏と接する。イラン高原に位置し、ヒンドゥクシュサンミアクが南アジアへと傾斜していく地形である。そのため、カイバル峠がアフガニスタンに通じ、古来より、 南アジア世界と中央ユーラシア世界を結ぶ文明の交差点となってきた。南部は乾燥した岩山が多く、夏は非常に高温となる。一方、北部は森林地帯となっており、夏は過ごしやすく、冬は積雪が多い。農業が主要な産業である。特にスワート渓谷はスイスのような自然美で、 多くの観光客を集めている。スワート渓谷のバリコとは、古代国家ウッディアーナがあった地域で、エメラルド鉱山からの鉱物資源が、紛争鉱物となっている。カイバル・パクトゥン・クワ州級連邦直轄部族地域、カイバル・パクトゥン・クワ州は、21の県と6、辺境地区に分かれる。アボッターバード地区、バッタグラム地区、ブネール地区、チャルサッダ。 チ地区半偶チクハリプール地区、カラク地区、ラッキマルワト地区、マルダーン地区、ノーシェラ地区、ペシャワル地区、シャングラ地区、スワビ地区、トルガール地区、トルガーディストリクト、キューカラ。ダカディストリクト、チトラル地区、ディール地区、ディール、バル地区、ロワー、ディール地区、スワート地区、コヒスタン地区、マラカンド地区、マンセフラ地区、EN、アンビバンヌ、ヘ境キョウ地区、デエライスマーイルハン、ヘ境キョ地区、コハートヘ境キョ地区、 ラッキマルワト辺境地区、ペシャーワル辺境地区タンク辺境地区住民の多くは、パシュトゥーン人である。その他、チトラル人、ダルド人、ラージプート、カシミール人、サライキ人など。1998年のワシャ人口比率調査では、パシュトー語73.9%、サライキ語3.9%、パンジャーブ語1.0%、ウルドゥー語0.8%。 その他20.4%。コアール語、コーヒースターン語も用いられる。スワーティ語のように、これらの言語の、各地域方言を総称する名称もある。http <Shit. S 1> www に、2. 2> 安全 a, p,、モフェ GOJP、インフォ、プチャザードスペシフィシンフォ、アスプ、インフォコードイコール 2011C119、マッチサウンディングオブビューグルス。 ダシージュ・オブ・チトラル、1895、ジョン・ハリス、ハッチンソン1975。パキスタン北部で、豪雨、53人死亡。afp、http:/www.afpbb.com/.articles/.3082820。 パーセンテージディストリビューションオブハウスホールズバイランゲージユージュアリースポークンアンドレギオンプロビュンス1998センサスパキスタンスタティスティカルイヤーブック2011パキスタン連邦統計局ありがとうございます